最初はな
りにきらんこ知ってるよって人もいるかもしれないけど、今日はせっかくだからもっとうまく踊れるようにさらに詳しく解説していくよ。ぜひ一緒にやってみてね。まずは片手を上げて、その手の方に少し体を傾けてみるよ。こんな感じ。これを右からやってみるよ。さあ、はい、右出てくるか楽しみながら踊ってみてね。さあ、いよいよ本番だよ。みんな